新型コロナウイルスに感染した人が世界全体で8000万人を超えましたクリスマスや年末年始の休暇で人の移動が増え年明け以降に感染のペースが加速する懸念が出ていますジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと先ほど新型コロナの世界全体の感染者が8002万7056となりました 最も多いのがアメリカで1877万人余り、次いでインドのおよそ1017万人、ブラジルのおよそ745万人となっています。世界の感染者はおよそ2週間で1000万人増えたことになり、感染拡大のペースは衰えていません。 クリスマスや年末年始の休暇で人が移動したり集まったりする機会が増えるとみられ、年明け以降、感染のペースが加速する懸念が出ています。また、イギリスはじめ各国で確認されている変異種の感染拡大への警戒感が強まっています。